ちょこんにちは。さあ、豊さん、はい、正式に監督が解任されるというふうに名前が挙がった、あの名監督の、まあそうだな、はい、方たちいらっしゃいます。まあ、ソフトバンク工藤監督、はい、日本ハム栗山監督、はい、でまあ、中日の与田監督、はい、おそらく俺が若ければもっとね、はい、多分取り上げなかったと思うんだけど、はい、だからちょっとやっぱり近いんだよね。ああ、その年代が、ね、でまあ一緒にこうなんていうの、プロ野球の世界にいた、はい、勝負の世界にいた、うん、まあ人間だからさ、はい、うん、なんか取り上げたくなったというか、はい、まあもう本当に皆さん、うん、3人の監督、はい、もう本当にお疲れ様なんだけど、まずはそうですよね。まず、まあ工藤監督だよね、ソフトバンク、はい、うん、え、何度優勝、7年で、7年でリーグ優勝が3回、はい、日本一5回で、4年連続での日本シリーズ制覇です。すごいよな。すごいです、これは本当にすごいです。まあ、あのさ、はい、よくね、あのメンバーがいればとかさ、うん、あの選手が、あのチームだったら誰がやってもって言うけど、はい、やっぱそんな簡単なもんじゃなくてさ、はい、やっぱそこについていく気持ちがなければさ、やっぱり優勝なんてないと思うし、はい、まあ、その4年連続日本一とかなかったよね。で、まあ、工藤監督との思い出っていうのはさ、はい、就任当初ね、はい、どういう監督になりたいんだと、どういうチームにしたいんだというふうに聞いたときに、まず怪我がないチームを作りたいと、はい、でそこって思ったんだよ、うん、で監督の仕事ってな、どういうふうに思ってるのって、僕は怪我をさせない、うん、そういうルーティーン、はい、またその指導だとか、うん、そういうものをしていきたいんだと。うん、だからすごくこう印象的だったんだよ。そうですね。いや、まあ、例えばソフトバンク、ね、あのテラス席がまだなかった時だけに、うん、はい、まあ、例えばやっぱ足を使わなきゃ勝てませんねとか、うん、いろんなことを言うのかなっていうことを言ったんだけど、はい、まずやっぱ体のことを言ったよね。そうか、うん、だから怪我をしない、まあ、怪我をしたらやっぱ戦力的に穴が開く、まあ、そこもよくなんか計算してたし、工藤は、うん、あ、やっぱそこなんだと思って、うん、まあ、辞めることになったのは主力の怪我がとか、うん、まあ、新旧交代がうまくいかなかったりとか、うん、やっぱこう体のことなんだよね、まずはね。そうですね。だから、まあ、そういう意味ではすごく理にかなってた、うん、監督だし、やっぱ短期決戦と長期リーグ戦の戦い方をメリハリをこう持たせた監督だよね。だからグラシアルがやっぱ4番を打つようなバッターに送りバントをね、短期決戦ではやらせたりだとか、ゴロッとこう様相を変えたという戦い方の、それがやっぱりできた監督だよね。それやっぱその、例えば現役時代に、例えばその選手もそうですし、その短期決戦、長期決戦の戦い方は、例えばあの黄金時代の西武にいた、まあ、もちろん、はい、そしてやっぱりあのソフトバンクが強くなっていく、まあ、ダイエーにもいた、で巨人にもいた、でもちろん横浜もそうですけど、そういうのもあるんですか。まあ、やっぱり経験から培ったものっていうのはあるよね。だからそういう意味ではやっぱこう隙がなかったよね。あとやっぱりその選手でもそういう戦い方をこうしてきたから経験になってる、まあ、もちろんそうだよね。あとは監督がどういうその名将と言われる監督の下で戦ってたっていうのも大きい、ね、まあ、大きいと思うし、うん、あのそういうものが身についてるというか、身に染みてるというかね、はい、まあ、そんな感じがしたよね。うん、だからすごくそういうものがやっぱ印象的だった。そうですね。うん、あとはやっぱりその巨人を苦しめ続けたっていう印象も強いです、日本シリーズで。まあ、巨人が勝手に苦しんでたと思うんだけど、ね、そいやだけどやっぱこうなんていうの、4-0、4-0、はい、8連勝なかなか全く相手にしなかったというさ、はい、その裏にはやっぱ王さんがいたというね。そうですね。うん、だから、うん、ね、まあやっぱ強いチームを率いた、はい、まあ本当になんかこう立派な監督というかね、うん、まあ、名将の一人だね。そうですよね。さあ続いてなんですけれども、はい、日本ハム。そうだね、日本ハム、うん、栗山監督、はい、でこう監督をやる前に話をした時にね、うん、ダラさんと、うん、
僕現役の時にほとんど実績がないと、うん、そんな人間が監督やってもいいんでしょうかっていうような、やっぱそこですごく悩んでたんだよね。いやいや、クリちゃん、そうじゃないだろうと、うん、やっぱり経験も大切かもわからないけど、経験よりはどこをどういうふうに勉強するかだと思うっていう、うん、でね、こういう言葉があって、愚者は経験で、ね、賢者は歴史から学ぶっていう、はい、まあ、そういう言葉があってね、まあ、あんまり良くないやつは経験でしか喋れないんだよ、はい、だけど頭のいい人っていうのはやっぱり紐解いていくんだよね、どん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 、で歴史とか、はい、そういうものから経験として学んでいくというか、読み物みたいな、はい、だからそういうことがやっぱクリちゃんはできるから、うん、栗山はね、はい、だからまあそんなの全然大丈夫なんじゃないのって、うん、そんな気にしてたら何にもこれから先、はい、何にも喋れないよって解説者やってた時にね、はい、だからもうそんなのはもう全然勉強すればいいことだからって、はい、まあ、やっぱりいろんな挑戦をしてきたよね、はい、彼はやっぱこう二刀流の大谷、そうですね、これを容認し育てたという、はい、で今やもう世界的な大谷にしたという、うん、あれが普通の監督であればさ、いやいや二刀流なんかやめとけと、うん、お前はどっちかにしとけとか、はい、まあ、そういうことをやらしたかもわからないけど、うん、栗山監督だからいろんな特別でね、まあ、そのローテーションも開けるとか、うん、バッターの時は DH に入れてとか、はい、ピッチャーの時は1番に入れてとか、うん、いろんなことをこうやらせて、野球界のためによく尽力した人だよね。そうですね。あれ栗山監督じゃなかったら多分1番大谷なんていうのは誕生しなかったと思う。ピッチャー1番大谷、そうですね、初球ホームラン打つみたいな、はい、そういう歴史的な快挙っていうこともできなかったと思うし、うん、オープナーだとか、はい、ショートスタートだとか、いろんなことにもやっぱ挑戦していったよね、うん、それをやる前に、まあ、札幌ドームで話をした時にね、はい、さん、僕こうやって考えてるんですよって、うん、でショートスタートだとかオープナーだとか、うん、これをやろうと思うと、うん、で、うん、それはいいんじゃないのって、うん、でも誰がやらないと歴史が変わってこないっていうんだよね、うん、彼の言い方だと、はい、だからやっぱり野球界のことを考えながら、うん、まあ、やっぱりやった人だしね、はい、うん、まあ、日本一にもなってるし、そうですね、日本一に2度日本シリーズ制してますからね、で、うん、メジャーにも随分怒り込んだよね、ダルビッシュ、大谷、有原とかさ、確かにそうですよね、うん、だからその都度やっぱ苦しいんじゃないかって言いながら、うん、やっぱりいい成績が収めていったという、はい、うん、まあ、選手ファーストでね、うん、まあ、いろいろこうやった人だよね。そうですね、うん、さあ、そして、はい、中日の中日、ね、はい、与田監督ですけれども、うん、与田は監督が決まった時に電話が鳴ったんだよね。え、与田さんの、うん、ほんで、え、与田えみたいな、はい、もしもしって言ったら、与田さんと、うん、監督をやることになりましたと、ほう、わざわざ電話くれてさ、そうなんですね、そう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 、忘れないけどさ、すごい親交というか、いやいや、そうじゃなくて、まあ、野球教師とかたまにこう一緒になるようなことがあったりとか、はい、まあ、そこで、まあ、夜お酒を一緒に飲んで野球のことを語ったりだとか、はい、いろいろしたことはあるんだけど、そんなにこう、まあ、例えばゴルフ行ったりとか、はい、そういう、まあ、プライベートで飯食ったりだとか、そういうことはなかったのよ、はい、なかったんだけど、まあ、あの電話をもらって頑張りますと、はい、まあ、あの宇多田さんの解説のね、うん、立場だし、うん、そんなあの批判も全然どんどんしてくださいと、うん、僕もそういうテレビを見ながら勉強 しときますみたいな、はい、そういうことでユニオン切られていったのね、うん、だからすごく嬉しかったんだけど電話でね、うん、ただやっぱり俺が見る限りよ、与田は優しいな、うん、ゆたりさんおっしゃってますね、うん、優しかったと思うよ、うん、でどういうところが優しい、いや選手の起用だよね、うん、まあピッチャーはしっかり育てたよね、はい、であと野手だったんだけど、やっぱピッチャーの立場っていうのは野手っていうのに語りかけだとかバッサリいくことができなかったのかなっていうさ、というのは、はい、やっぱあそこのチームっていうのはやっぱホームランが少ない、ホームランを補うためにはじゃあどうしなきゃいけないかって言ったら、はい、やっぱ足だったんだよね、うん、ね、で足を使うとやっぱ広いバンテリンドームで守備範囲も広がるし、はい、だけども
そういう選手が育ってこないし、またドラフトの時でもあんまり取ってないし、うん、そういうのでやっぱ苦しいんだよね。で最後もう辞める今年か、今年のオールスター明けぐらい、はい、後半ぐらいからやっとその足の速い選手を使い始めるというね、うんうん、それまでやっぱこう野手の整理ができなかったんだよね。ああ、整えられなかったっていう。そうそうそう。それがようやく終盤に。いやだから終盤もう分かってたことをやっと終盤でやろうとしてるんだよね。だからそこまで時間かかったかって思うとさ、うん、やっぱり優しいんだなと思ったよ。そうなんですね、うん、でも2019年にね、あの就任されて19、20、21、うん、まだ3年っていうか3年目というか、まあ そうだね、それを考えるとやっぱりそこでやっぱり結果を残せないと、うん、やっぱり仕方のない、なんかすごくやっぱり厳しいは厳しいあれだなと思う。まあ例えばさ、うん、ピッチャーはよく育ててくれたけど、はい、バランスが悪かったよね、野手が育てた、はい、今度はやっぱり野手の監督持ってこようとするよね。まあそうですよね、普通の流れからするとやっぱ打ってこれだけ打てないっていうのもさ、はい、監督が悪いんじゃなくてもう指導してる人間がどうだったかっていうことだから、はい、まあそれもちょっと責任は問われていいと思うんだけどね、はい、その打てる人は誰なんだと、打たす人はまあだから立浪という、はい、切り札を持ってきたと思うんだけどもね、はい、なんかちょっとねかわいそうだったな。そうですね、うん、まあね、まあ、3名の退任された監督の話をしましたけれども、まあ、本当にね、うん、みんな苦労して、はい、まあ、勝つために一生懸命やり、選手をこうなんていうの、少しでも大きくさせようとして努力した人たちだよね。決してその自分の我を強く持ってやらそうとした人たちじゃないし、うん、立派なね、はい、功績を残した監督、うん、でも与田監督は優勝はしてないけども、うん、まあピッチャー陣の中では感謝する人は相当多いと思うよね。そうですね、これで花開いたっていう投手も多いですからね。いっぱいいるよ、はい、うん、だから、うん、まあこれからもね野球には携わっていくと思うし、はい、これからこっちの、現場に帰ってくるよね。そうですね、解説の。そうですね、工藤さんだったりとか栗山さんだったりとか、ライバルだな。ライバルってこう監督やった人たちの言葉説得力があるからね。確かに、まあそうですね、うん、もうちょっと当分ゆっくりしたらどうだよ。そうですね、そうそう、ちょっと当分ねゆっくりしてそこからまたこちらに復帰っていうこともありますけど、ね、まあでもひとまず本当に工藤、もう監督工藤さんになられるんでしょうか ね、はい、工藤さん、そして栗山さん、で与田さん、本当にお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。